ベジフルキッチンエッセンスへようこそ。今日はカブと柿のクリーミーサラダを作りました。速攻うまくて見栄えもするサラダです。混ぜるだけで濃厚クリーミーなソースも超おすすめです。和風になりがちな素材も合わせ方次第でオードブルにも大変身。ワインやビールのお供にもおすすめです。柿のタンニンが二日酔いも防止してくれます。ぜひ柿をお料理で楽しんでみてくださいね。このチャンネルでは野菜ソムリエ料理教室エッセンスの大久保が料理のレシピや役立つ情報をお伝えするチャンネルです。お見逃しのないようにぜひチャンネル登録してお楽しみください。毎週土曜日夜8時頃公開予定です。材料はこちらです。カブ1個、カブの葉半分、柿2個、玉ねぎ1/4、あれば紫玉ねぎ。柿やカブの大きさで調整してください。クリーミーソース、クリームチーズ 20g、酢大さじ1、オリーブオイル大さじ2、牛乳大さじ1、塩小さじ1/2、白胡椒適量。材料は一旦停止してご確認ください。概要欄にも記載しています。Please stop and check the materials. It is also described in the summary column. それでは作ってみましょう。クリームチーズソースドレッシングを作る。クリームチーズをレンジで30秒加熱し柔らかくします。30秒加熱後、クリームチーズをよく混ぜ柔らかくします。そこに牛乳を加えて伸ばします。冷たい牛乳を入れるとちょっと固くなりますが、よく混ぜていればダマになりません。次にオイルを入れたくなりますが、オイルは一番最後に入れます。酢を入れてよく混ぜます。塩を加えて混ぜます。胡椒は白胡椒を適量加えます。そこへオリーブオイルを少しずつまでよく乳化させ、滑らかにします。均一に混ざったら少量を手に取り、味見をして塩気が足りないようだったら少しプラスしてください。大丈夫のようならこれで出来上がりです。カブ、柿を切る。カブは葉を切り分けます。薄く皮を剥きます。包丁で剥いてますがピーラーで大丈夫です。次にカブを半分に切り分けます。 2,3 ミリの薄切りにします。トレイなどに取り分け、塩を少々振っておきます。サラダにした時に水っぽくなるのを防ぐためです。次にカブの根元を切り落として、茎の部分を斜めに1センチ幅にカットします。幅が広い葉は重ね合わせて幅を半分にしてから切り分けます。カブの葉には栄養たっぷり、捨ててしまってはもったいないです。ボウルに取り分けて塩を少々振り辛みを取ります。次に柿の皮を剥きます。柿に含まれるタンニンはポリフェノールの一種で胃粘膜をいたわり、胃腸のトラブルを予防してくれます。お酒の時に一緒に摂ると二日酔いの予防にもなりますよ。柿のおつまみにすれば一石二鳥です。次に柿を縦半分に切り、ヘタを取り除きます。カブのスライスよりもちょっと厚くなるように柿をスライスしていきます。2ぐらいの方が食べ応えがあって良いと思います。取り分けておきます。次に紫玉ねぎをスライスします。今回はスライサーを使って繊維を断ち切るようにスライスしました。スライサーがない方はもちろん包丁で薄くカットしてください。辛みを取るために少々水にさらします。栄養が抜けすぎてしまうので長い時間はつけないようにしてください。ボウルで食材を混ぜ合わせる。大根の葉は塩を振って辛みを取ったのでよく絞ってからボウルに入れます。柿は切ったそのままボウルに移します。次に
カブは水分が出ているのでそのまま入れずに軽く絞って水分を除いてからボウルに入れます。玉ねぎスライスは水を切り、キッチンペーパーなどで余分な水分を拭き取ってから加えるようにします。あとはトングを使って柿を潰さないようにふんわりと混ぜ合わせます。これで出来上がりです。器によそります。今回はシンプルに柿とカブと玉ねぎだけでしたが、ここへ生ハムを入れたりエビやイカなどの魚介類を混ぜてもさらに美味しくなります。最後に食べる直前にクリームチーズのソースをよく混ぜ合わせてサラダにかけたら完成です。もしピンクペッパーなどあればさらにおしゃれになります。出来上がりました。テイスティング。それでは牡蠣とカブのクリームチーズサラダ試食してみたいと思います。美味しそうでしょう。ではいただきます。牡蠣の甘さとクリームチーズの塩気がベストマッチ。とってもクリーミーで食べやすいオードブルサラダになりました。牡蠣とカブ、今の時期の2つを合わせてこんなサラダもいかがでしょうか。おすすめです。では今日もご視聴ありがとうございました。カブ、大根の葉のレシピはこちらでもご紹介しています。このチャンネルでは野菜、果物を中心にお料理やお菓子のメニューをお伝えしています。日本人はお野菜が約 70g 足りてないと言われています。少しでも野菜、果物を生活の中に取り入れて健康的に過ごせるお役に立てればと思っています。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。毎週土曜日夜8時エッセンスへ全員集合ということで毎週同じ時間に配信しています。お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。 YouTube の他にも Instagram、Twitter、ブログ、TikTok なども配信しています。よろしければシェアいただけると嬉しいです。最後にいいねを押していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では。